告してないじゃない。報告した記憶は全くございません。玉木君、報告してないのではなくて報告した記憶がないということですね。まあ、いずれにしても記憶の問題だということですね。結局ですね、総理、これなぜこんなにこじれてるかというと、その総理の関与があったんではないか、総理周辺の関与があったんではないかということをですね、示唆する裏付けるような資料はですね、出てくるわけですね。で、そうじゃないという人の記録記憶はないと。でそういう記録や記憶がない方の方がですね、記憶がある方をですね、怪文書だと呼ぶんですよ。で、こういうことが私、この問題をですね、いつまでたっても、多分今日やったってこれ同じですよ。国民の疑念は深まる一方だと思いますよ。何も出てこないわけですから。これではですね、全く納得できないのと、それと、先ほど少し我が党のですね、小野寺委員から、規制会、自民党のですね、小野寺委員からありましたけれども、民主党政権の時に、あたかも枝野さんがこの加計学園に関与したかのようなですね、印象を与えるような発言がありましたけれども、これは全くですね、当時枝野大臣はゼロベースで見直せという指示はしたけれども、加計学園個別の話はしたことがないということで、これは印象操作だという話をこれ申し上げておきたいと思います。理事会でも話があると思いますが、でもう一つですね、これ前川参考人にも以前我が党の尾形委員の質問に答えていただいたと思いますが、50年間ですね、獣医学部が設置が認められなかったよく言われますね。しかしその規制がどうだったのかということをですね、細かく見ると現在のこの準則主義を原則とした上でですね、特定の分野に関して量的規制を入れるというのは実は小泉政権で導入してますよね。これあんまり知られてませんけども、それ以前はレッセフェールの時代もあったりしてですね、子どもの数も増えてましたから、自由な時代もあって、その時でも実は作られてないんですよ。で、告示、よく告示が問題になりますけども、これは2003年平成15年に、作られた規制だということで、その点は間違いないですか。少し確認したいんですけども。前川参考人。この点は文部科学省からお聞きいただく方がいいと思いますけれども、おっしゃる通り平成15年、2003年に告示化したものでございます。それ以前は設置審議会の内規の形でですね、計画要請についての規制をしていたということでございますが、現在においては医師、歯科医師、獣医師および船舶職員について、学部新増設あるいは定員増についての抑制をしているということでございまして、これ自体についてはですね、これは規制緩和等の問題として議論するに足る問題ではあると思います。医師、歯科医師も含めてですね、学部新設を全部撤廃するのかしないのか、こういう議論はあり得ると思いますけれども、今現在のポリシーとしてそういったものについては平成15年度以降ですね、告示の形で抑制している、これは事実でございます。玉木君、ありがとうございます。印象操作のようなことが行われているのは残念であります。事実を一つ一つですね、確認しながら、議論を進めていくべきだと思いますね。で、今回もですね、午前中も聞いてまして、加藤前愛媛県知事あるいは、八田参考人の話も聞いてまして、ちょっとね、議論がずらされていると思います。で、私たちも岩盤規制に穴を開けることとか、特区で獣医学部を新設することはこれやったらいいと思います。賛成です。ただ今回問題になっているのは岩盤規制に穴を開けたことではなくて、その穴を総理のお友達しか通れないんじゃないかってところが問題なんですよ。
だから何かですね、その規制改革そのものに反対してておかしいというようなことで議論を持っていこうとしてますけれども、規制改革はやったらいいんですよ。ただある条件をつけてその規制改革をするってことを決めたらですね、その条件を満たしているかどうかを客観的にきちんと検証して、でそれを満たしたら総理のお友達だろうが何だろうが通ればいいんです。で満たしてなければ何があっても通してはダメなんですね。でその上ではですね、これまあずっとまあこれ出てますけれども、いわゆるその2015年の当時石破大臣の時にですね決めた、まあ石破大臣が決めたというと申し訳ないんですが、これ安倍内閣の閣議決定ですから、まあ石破4条件というよりも安倍4条件ですよね、石破先生。はい、あのうなずいていただきましたんで。でこれ改めてですね、どういうこと書いてるかというと、特区は認めましょうと、獣医学部の新設はね、その意味ではもう文科省も認めたんです。我々の民主党政権も含めて少しずつ前に進めてきてここまでたどり着いた、これは高く評価しますよ総理。ただこういう条件をつけてきちんと丁寧にやりましょうよっていうのがですね、既存の獣医師養成ではないということ、ライフサイエンスなどの獣医師が新たに対応すべき具体的需要が明らかになって、かつ既存の大学学部では対応困難な場合には、近年の獣医師の需要動向も考慮しながら全国的見地から本年度内に検討を行う。素晴らしいですね。なんかこれを決めたのがですね、献金をもらった石破大臣がその抵抗勢力の声を聞いて決めたみたいなことがありますけど、私はねそんなことは全くないと思いますよ。全くないと思います。ただ自民党がそういうですね、産経新聞の記事を全国の支部に配ってるというのはですね、どういうことなんだなと、石破前大臣が気の毒だなと思わざるを得ませんね。でそれで伺います。まあこれに合ってるかどうかという原点に戻りましょう。もういくつか聞きたいんですけど時間がないので一つだけ聞きます。既存の大学学部では対応困難な場合ということですね。シンプルな質問をします。既存の大学学部ではですね、この構想ができないんだということを既存の16大学に確認しましたか、しませんか。山本担当大臣。あの獣医学部の新設は50年以上の間申請すら受け付けない告示が定められたわけでありまして、とりわけ困難な規制改革事項である既存の16大学は新たな獣医学部の新設を認めないとする現行規制のおかげで大学間競争にさらさずにいるため、新たな競争相手の登場について消極的なのは当然であります。このように規制のメリットを受けている当社を相手方として規制改革の可能性を尋めての中立性を欠くと考え、欠く恐れがあると考えております。答えて、聞いたか聞かないか。なんで答えてくれない。規制のメリットを受けている当事者は相手方としてですね、規制改革の可能性を尋ねても中立を欠く恐れがありますので聞いておりません。玉木君、ちょっと今耳を疑ったんですけど、安倍内閣の閣議決定ですよ。規制改革を進めて特区で獣医学部を認めよう、これ私も賛成ですよ。ただしこの閣議決定で決めた要件を満たしましょうと。総理、あの内閣の16条ご存知ですよね。見たことないですか。一子着どない、なんて書いてるか。内閣総理大臣は閣議決定にかけた方針に従って行政各部を指揮監督すると。つまり内閣総理大臣であっても閣議決定には縛られるんです。縛られるんです。だからこの、これ別に民主党政権で決めたもんじゃないんですよ。これ安倍政権で決めたから聞いてるんですよ。で一番シンプルなやつ3番目、今ある16の大学ではできないものを持ってきたらそれはさすがに新しいことだから認めましょうってことを安倍内閣で決めたんですよ。で今驚いたのは、山本大臣に聞いたらですね、これを決める際に今に至るまでこれ既存の16大学に確認もしてないんですね。でその理由が、規制のメリットを受けている側に聞くのは意味がないという、そういう今答弁をされましたけど、
ちょっとひどくないですか。既存の16大学っていうのは既成のメリットをぬくぬくと享受している人たちなんですか。東京大学も北海道大学もこれね、いやそれで私ちょっとこれはね与党側に抗議を申し上げたいんです。でここの場に来てね、私はそのプロじゃないから、その獣医大学16大学の代表者である全国獣医学関係代表者協議会会長の稲葉先生って方がいらっしゃいます。北海道大学の教授です。その稲葉先生に電話をして、参考人で来ていただきますかとお願いしたら、喜んでいきますと、きちんと話しますと言ったんです。そしたら与党の理事が拒否をして今日ここにお越しいただけないんですよ。なんで聞かないんですか。閣議決定に合致してるかどうかをこの国民がみんな見てる場でね、確認したら、それ16大学に来るのが一番わかりやすいですよ。ライフサイエンスとか創薬の分野とかね、そういったことは個別に聞いたら、いやうちはちゃんとやってますよと、そういうことをですねおっしゃってるんで来てください。本人も OK。 しかし与党が拒否して参考人に来ていただけないんですよ。どこが丁寧に説明する姿勢なんですか、総理。それで、え、急ですか。受給じゃないですよ、これ受給の話は44。全然分かってない。委員長、委員長、与党の筆頭理事がヤジをして質問ができません。静かにするようにご指導いただけませんか、委員長。しかも与党人は間違って、そんなに声がでかくない。まあ今ねヤジを聞いていて、まあヤジには答えませんけど、間違った理由で拒否されたってことがよくわかりました。しかしね、皆さんね、これちゃんと4条件を満たしたら獣医学部作ったらいいんですよ。これは私も四国の出身だから、この要件を満たす大学が四国にできたら喜ばしいと思います。地域活性化にもつながるから。だからこの4つの条件を本当に満たしているのかどうかということをきちんと説明責任を果たしてもらいたいんですよ。なのに既存の大学に聞いたことがないと。総理伺います。この4つの条件があって、既存の大学では対応困難だから既存の大学に聞いたらいいなと思うんだけど、それもやってない。そして今日こうして全国、獣医学関係代表者協議会の稲葉会長を来ていただきたいと思っても、それを与党が拒否する、これで丁寧な説明ができると思いますか。総理、総理、総理、もういいですよ。総理